こんにちは、ほのぼの一筆が中尾つぎかと申します。夏から秋の山野草を今日は6種類描きます。はい、使う絵の具はこういった顔彩いつも通りですが、それに白と黄色ミックスして描きます。かわいいね、山野草もシリーズ化していきたいと思いますが、今回は夏の6種類です。はい、上下にブルーと赤のこのようにスパッタリングって言って編みかけをして白の花が映えるようにいたしました。はい、ではまず一つ目、鬼ユリ描いていきます。はい、朱色オレンジ系のお色を取りまして、独特のね、反り返ったようなユリのお花でございます。はい、まず真ん中入れたら、反り返ったイメージを、空想しながら、このように6枚の花びらを入れていってください。はい、花言葉は愉快とか陽気っていったような花言葉がございます。ユリもね、いろんな色とかデザインとかございますが、なんとなくね、この反り返ったっていうのが鬼ユリの特徴でございます。はい、今つぼみと枝を描いております。はい、そして左右対称に葉っぱを入れて、そしたら濃いブラウンね、取って、で花芯のところ花粉ですね、ちょんちょんと入れて、そのまま、はい、全体にブラウンの斑点を入れていくっていうイメージで、はい、そして、つぼみのところにオレンジを入れて、つぼみ完成といたします。はい、まず山野草、夏の山野草一つ終了です。続いて大文字草っていう白とかピンクで可愛く咲いてくれるお花です。はい、ちょんと置いたら分割するように、大がね、大っていう字が、漢字のね、分割されているっていうところから大文字草って言われたりするんですが、なんとなくね、その感じに似てます。はい、つぼみもちょこちょこんと入れておきましょう。はい、続いて黄色を取って真ん中にちょんちょんとこう入れます。で、この周りにね、赤っぽいような白っぽいような点々がありますが、それはちょっと今回省きます。大まかな特徴だけでお許しください。はい、そして枝のところに行きます。はい、なんとなくこううまーくこういったところからつないでいってくださいね。まあほぼ雰囲気仕上げでございますが、はい、そしたら葉っぱがね、ちょっとしづらいかもしれませんが、面白いデザインをしております。花言葉はね、自由っていう、フリーですね、自由っていう言葉になっておりました。はい、面白いね、デザインの葉っぱでしょう。はい、このようにもう一つぐらい入れておきましょう。雪の下かに属するお花らしいですよ、似てますものね。はい、そしたらブラウンでちょっとね、輪郭を入れると、なんとなくイメージがね、近づいてまいります。とても面白いね、形のお花でございます。はい、続いて秋海道、秋の海の道っていう字を書きますが、秋海道バラ科でございます。そしてベゴニアに属するものです。ピンク系の可愛いお花が4枚つきます。今回ね、やや濃いめにしてお花描きますね。もう少し薄くってもよろしくてよ。
はい、4枚をなんとなく正面向き、やや横向きみたいなね、上下左右割と規則正しくつきます。はい、つぼみも入れて、はい、あとは真ん中に黄色をはっきりとこう入れます。花言葉は、恋の悩みとか片思いとかそういったのがあるようですよ。はい、そしたら赤茶系でね、このように、なんとなくこううまくつなぎ合わせながら、はい、引っ張っていきます。葉っぱは割と普通の葉っぱで描きやすいと思いますよ。このお花はね、割と私ども一筆画では生徒の皆さんも大好きなお花なので、単体でよく描いたりします。はい、お花ちょっと濃いめにしましたが、こういった感じのお花になります。はい、続いてオレンジのかわいい伏黒仙王って申します。はい、5枚の花弁で、はい、こういうオレンジのねお花が、ま、目立たないんですが、節のところにちょっと黒っぽいのがあるから伏黒仙王って言われたりします。はい、花芯は円字を使って、はい、そして、枝を描く前に額をねまず、入れますね。やや長めの、これはね、このお花はナデシコ科に属します。まあ、なんとなく似てますものね。そして枝を張って、そしてこのねところどころにちょっと黒があると思ってください。それらは今回省いております。はい、そして葉っぱをさりげなくシューッと描いて、ね、面白いですよね。あの山野草ってなんかね、一種独特のデザインしてますが、とてもチャーミングなねお花がたくさんございますので、時々夏バージョン、秋バージョンで描かせていただきます。はい、続いて、サギソウですね。サギソウに参ります。はい、白くってこのような独特の、まあ、私サギソウ去年も描かせていただきましたが、面白いね、本当サギがねお羽を開けたような、そういうデザインのところからサギソウって言われておりますものね。はい、ちょんちょんと二筆入れたらスーッと真ん中入れて、このように描いていってください。はい、可愛くって、そんなね大きなお花ではございませんが、人気ありますよね。鉢植えでは結構難しいらしいんですが、皆さん育てられて、とても大事にしてらっしゃいます。はい、ちょっと後ろね尻尾みたいなものがシューッと出て、それから枝をシュッシュッとこう入れていきます。で、普通に葉っぱをさーっと入れたら仕上がりでございます。素敵なお花です。はい、そしたらラストはソバーナっていうね、釣りガニ人参とも似てたりしますが、また別の種類でございます。ソバーナっていうね、おそばっていう字を書くこともあるようですが、結構難しい字なので、はい、また皆さんググってみてください。これもね、気境科に属するお花で、花言葉は清らかな愛っていうね。あ、先ほどのね、サギソウは清純っていうのがね花言葉になっておりましたが、これはそばな清らかな愛です。青紫系のねお花になりますが、私好きなのでね、山野草としてはよく描いたりします。
このように、まあ、あの見慣れないお花で首をね、かしげる方も、なんていう花かなっていう方も多いと思いますが、時々ねこうやって登場しますので、ぜひ皆様の好きなお花の一つに加えてください。はい、今回、この6種類描きました。で、可愛いお花が山野草にはたくさんございます。はい、そして先ほどからね左手に気になったと思いますが、今講座でメッセージカードとして、時期のお花を可愛く書いております。これらもね、いくつかご用意していると一言メッセージとして便利です。はい、本日もありがとうございました。